やっぱり夜市もこう場所によってね、まあ、こういうフルーツ系の香ばしさとかな、うん、もあるし、すごく、まあ、こういう服やっぱカラフルだよね台湾はね。茶碗蒸しとかねあったり、まあ、日本系のものも、まあ、日本の味はもう再現してないけどね、ちょっと違う感じのアレンジになってるけど、うん、もっとこう溢れかえるよね。ちょっと小雨が降ってきた感じだけど、那个虚木有毒，虚木有毒，一碗。还有这个。因为这个，因为汤的。还有贡丸汤，贡丸汤还有。贡丸汤。没有吗？有。这个不要香菜。哦。いやこれね三品、まあ、夜市にあってちょっとねもう食堂みたいなのがあったんで、たけのこだよ。これ結構台湾定番だもんね。でもねこれ長すぎて下の机についてるというこれまあ外だからあんまりつけたかないね。まあ衛生面的なもの、いやこっちが神経質なのかもしれないよ。うん、うまい、うん、まあメンマ的な感じだけど、まあ、柔らかい、すごく柔らかくなってる。これ味がすごく、うん、出てるね。結構このタケノコの茹でたものに味付けしたものは台湾の食堂で結構見ることできるんだけど、あ中でもこれは結構いいよ。濃いめの味、じっくり出汁が出てる。これが魚。シュウムイユ好きなんだけどね、台南とかに多い。脂乗ってこれいいね。ああプリプリ感の中にこう魚のうまみじっくり、まあ醤油つけてもいいかもしれないね。うんうんうん、あの茹でたこう刺身を食べてる感じあ魚結構これ、うん、台北でもやっぱこういうシュウムイとか食べられるっていうところでね。で、今晩この肉がプリプリ感と歯ごたえ結構いいんだけど、少しこう肉の臭みをね感じる人もいるかもしれないね、うん、だからウインナーのこうちょっと強めの感じ。噛んでくるとまあ慣れるんだよね、その肉っぽさっていうかね、肉の味っていうのはね。多分これ一本でずっと長い道で、まあ、少しこう外れた路地みたいなところがちょっとあって、で、長いからまあ分かりやすいは分かりやすいね。ただまあ食べ物は完全に今もうないところとか、まあ、この食べ物出てきたりとかね、そのなんとなくエリアがある。
結構ね道幅が狭いというか、道はね広く狭くないんだけど、あの中に露店があるから結構狭い感じ。うん、でもやっぱり夜市は、まあ、自分にとってはねもう台湾の、まあ、食べ物の原点みたいなところで、まあ、ロケやるときはね大体迷ったら夜市に来るみたいなとこあるんだけど、まあこう作りが微妙に違う、これ真ん中に入ってるからね。うん、これなんだろう、システム地瓜町、地瓜町、ああ地瓜町、うかうか、あ、うか、うん、对。十块，十块，谢谢。いやこれがねティークアチョ。作り方もね結構まあ面白いというかね。うん、結構もっちりしてる。で、やっぱ甘みがあるんだよねちょっとね。砂糖がそんな強くないし、こうほんのり甘い感じがちょうどいい、うん、ほんのりとこうもちもち感、ほんのりとおさつまいも的な甘み、うん、まあ、だからこれ油結構使ってる、こう染み出てるからね。これ意外と見てたら面白いね、こうなんか出してる。芋団子。ああ。芋。芋団子。ああ。芋団子。芋団子。栄養いいっすな。ほうほうほう。あ。なんか夜市に来たなという今感じもするし。夜市はね、まあ、まあ日本人にとって初めうわーっという感じあるんだけど、入り込めばどんどんハマってくる。なんか、うん、活気が出てきた、出てきた。いいよね、一家ね。一个鱿鱼可以吗？啊，要五十的，那八十的。八十吧，一个八十吧。八十的，那不要了。不要了，不要了，就这个。いや映像的だから、まあ普通は切って渡すんだよね。前で切らなくていいって言ったんだけど、まあ映像的だし。どっからかな、こっからか。あんまり大きく食べられなかったね。あ、ちょっと味噌風味だこれ、うん、あれだけ大げさに焼いてる割には、まあ、そこまで熱くないんだけど、こう風味結構いいよ、うん、まあ、辛くないやつでね。あ、香ばしい、うん、でごまが効いてる感じよ、うん、歯ごたえがいいし、うん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 、お、お、お、まあ、まず足を全部処理してて、あ、これね味噌が、あ、日本でもこうないな、なんか日本ったら甘醤油みたいな感じの味付けだけど、結構これうん、なんというかな、正統派味噌風味の、うん、これ見たらやっぱ味噌だもんね。あ、これ日本人すごい好きだわ、うん、辛くしてもいいかもしれないね。なんかチロ、チロ。
いやこれがね、チーロ鶏肉のまあ串だけど、こうや北京ヤンローチョンって書いてあるけど、まあ北京にはね確かにね羊肉をこう焼いてるみたいなところって結構あったんだ。でここはまあ自分はちょっとヤンローあんまり好きじゃないというかね、食べる習慣がないん で苦手なんだけど、ここはあの牛肉とか豚肉とか鶏肉とかで結構並んでる。お、うまい。あのカレー風味だわ。多分これかけてのターメリックじゃないかな。カレーのちょっと風味がほんのりする。まあそれが、まあ、逆にちょっと北京のヤンローチョンの特徴でもあるんだけど、肉はプリプリで柔らかいし、まあこれが35、まあ値段はねいろいろもう変動あるんだけど、いや焼き鳥としてはかなりこう充実感あるしね、いいねこれ。这个为什么你拿全部人走あのインド料理屋で食べるあの、タンドリーチキン、うん、そんな感じね。あこれはねやみつきなの、1本じゃちょっと足りないぐらいだね。また揚げ物シンパを食う、シンパ食う。これがね、シンパオ。これはね、例えば日本人が台湾に来てなかなか食べれない、食べれそうで食べれないんだよね、これ エリンギのフライ。これちょっとおすすめなんだよ。あっあのね、まあ外側のやっぱ衣、まあ、これもちろんうまい、サクサクで、で中のエリンギの部分がね、なんかこうしっとりするっていうか、まあドロッととろけるまでないんだけど、なんだこう滑らかなのね。これが不思議でね、あエリンギってそうなるんだみたいな、揚げると。でそのフーチャー麺、フーチャー麺が、あ胡椒の塩、これがまたねもう何につけてもうまいという。あのカメラマンと今話したら、もう大体フライ系はもう何につけてもいい、もうカメラマンご飯につけてもいいっていう、ご飯にかけてもいいっていうぐらい、それぐらいね、まあ、台湾の揚げ物のもう底力ですよ、このフーチャオウェンは。スナック菓子食べるなら絶対こっちの方がいいね。あの腹も膨れるし、やっぱ夜市来るともうなんか揚げ物ばっかりになるな。もう揚げ物いいもん